今急に思いついちゃいました。今日から3日間ブレーカーを落として電気なしの生活をしてみようかなと思います。停電生活。今なんかちょっと顔もこわばって声も出てないんですけど、2時46分で寝起きです。無職で完全に昼夜逆転してますね。とりあえず3日間やってみようかなと思います。なので今からブレーカーを出しに行きます。ブレーカーね、ここですね。ね、思いつき今空き家になってるおばあちゃん家、もうおばあちゃんもおじいちゃんも亡くなってるんですけど、1階建ての一軒家なんですけど、とりあえずやってみたいと思います。自らブレーカーをオフにするなんて人生でやったことないですよね。行きます。あ、3日間電気なし生活スタート。ああ、切っちゃった。ちょっとね、部屋がね、あんま綺麗じゃなくてね、移す準備も全然してないんですけど、じゃあちょっと3日間電気なし生活します。今スマホでこれ動画撮ってるんですけど、スマホの充電は 76% でした。起きたら 76% からスタートです。どうなることやら。まず目が覚めたら歯を磨いて、でお湯を飲むんですけど、お湯が電気ポットとか電子レンジ使えないので鍋で沸かしますか。鍋に、たまご焼きの鍋に水入れて沸かします。もうちょっと深い鍋あったでしょ。ガスは、ね、使えるんでね。入れると、絶対入れづらいわよ、それ。なんかもうこぼしてるじゃないの。オッケーなの、これ。熱すぎるな、これ。これ飲みます。やばい、曇る。当たり前じゃない。どうしようかな。本当に見切り発車で思いついてから10分で動画回してるんですけど、冷蔵庫どうするか、あとお風呂もここのお家電気が通ってないとお風呂入れない仕組みになってて、どうしようかな。やりたくない。この企画をねするって全然意図してなく、たまたまシーンでこれ買ってたんですよね。やば、ぴったりすぎる。これうわ、ランタンか。あ、ここソーラーになってて、これ使えるんじゃない。今日からこのランタン生活だわ。でたまたまなんですけど、これもう一個、これは友達からちょっと借りてるんですけど、私のじゃない。あ、これは電池式か。じゃあ電池がないと見ないですね。じゃあちょっと文句言うのやめなさいよ。だいぶ荒れちゃってるんですけど、雨降ったら終わりだから、ろうそくの方が良かったんじゃないかしら。ここに置いてきます。外に出たいって思っては見たものの、普段引きこもり体質の私なんで体が動かないですね。まあそれもそれでよしということで、のんびり過ごします。うっかり冷蔵庫を開けてしまわないようにおパンチウサギ貼っときました。ちょっと抑止力だいぶ弱いけど、おパンチウサギ貼って、癖でね、やっぱ冷蔵庫って一日何回開けてんだろう。全然バーって開けて、あーってなるよ。30回ぐらいもしかしたら開けてんのかなっていうぐらい開け閉めしてるんで、癖でね、なんか冷蔵庫開けちゃうんですよね。意外と抑止力になってた。これでダメだよって開けちゃう。まだ1回も開けてません。お、外出てきました。まだ夜じゃないか、夕方ですけど、結構寒いですね、まだまだ。今温泉の近くまで来て、これから温泉入ります。いつもは感じなかったことで、これからまあ夜になって暗くなるのに、なんか心細さというか、なんかちょっとした不安、むっちゃ不安ってわけじゃないんですけど、なんかちょっとした不安がありますね。あ、夜を無事に迎えられるのか。無事じゃなくて夜って、とりあえず温泉入ってきます。勝手に来るの夜って。お風呂入ってきました。真っ暗ですね。一人でこれやるの怖いよ。普段だったら温泉入った時に髪とか乾かして、で一刻も早くお家に帰りたいってなってるんですけど、もうね、お家帰ったら真っ暗っていうのがあるから、なるべく明るいところにいたいと思って、今結局40分ぐらい温泉の休憩所でゆっくりしてました。いやー、なんか行動ってやっぱ結構変わるもんですね。昼間全然変わってなかったけど、外に出ようかと思うけど、引きこもりたいっすね。大丈夫かな自分っていう不安があります。さて家に帰ってきました。って言ってもこれ真っ暗で何も見えないですね。あ、いいじゃん。あ、ちょっと不気味やけど、いいね。ちょっと不気味、逆にいつもの家が全然違う感じに。
汚いのがバレなくていいな。そこかよ。今スーパーに行ってきたんですけど、スーパーでもう氷2つまでもらって大丈夫だったんで、まあ牛乳とか買って氷2つもらってきたんで、冷蔵庫に急いで入れます。入れる。あ、やばい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 。冷蔵庫に入れる。アイスあった。アイスは食べときや。友達からもらった。もう手遅れ。今多分。つけます。つかない。あ、ついた。とあとこれ。これはここに反応してつくっていうタイプのやつです。これをトイレに置きます。うわあ、真っ暗だわ。ここに置いて。いやー、どうなる。怖いね。いやでもね、さっきのね人感センサーが結構ちゃんと反応してくれてるんで、あれすごい安心感ある。ちょっとやってみますね。嬉しい。今この真っ暗な状態から私が動くと反応して、ほら、あ、来た。あやば、この明るさ安心する。めちゃめちゃ簡単に海鮮丼、冷蔵庫にあった魚を使って海鮮丼作ったんですけど、食べたいんですけど全然見えなくて、こうやってランタンをこうやって当てながらめっちゃ食べかけ食べてます。もうちょっと最初の段階で打つ3回でも美味しいです。すごっ、2時ちゃう、早よ寝ろ。うっかり寝ちゃってたんですけど、できるだけ明るい時間に起きとくようにしろ。夜の11時過ぎぐらいまでこの真っ暗の中スマホで YouTube 見てたんですけど、 YouTube 見るな。 YouTube の光がこう強すぎて目が疲れちゃって、で目をつぶって YouTube を聞いてたんですよね。でもやっぱ暗いからいつの間にか寝ちゃって、でも普段はこの時間全然起きてるんですよ。そのまま寝ときなさいよ。いやでもなんかなんで起きてくんの、気持ちいい感じで寝ちゃいました、ね、何撮影再開してんの。寝起きっす。寝起きっすじゃないっす。すごいわ、暗いってだけで寝れるのすごいわ。顔だけ浮いちゅう。私今サングラスしてます。まだね、なんかね YouTube で顔を前面に出すってなんか恥ずかしいんですよね。でもとりあえず YouTube を撮りたいな、撮りたいんで、とりあえずサングラスかけてます。今夜中の3時なんですけど、3時に外に出るな。外の方が明るいな。昼間に出たら明るいんや。満月ですね。満月ですね、じゃなくてちょっと外の方が明るいんで、外で目覚めちゃったからリラックスタイムしようかなと思って、これアイス持ってきたんですけど、ぐっちゅんぐっちゃ。そりゃそうでしょう。で、あと自分で牛乳温めてカフェラテ作ってきました。あったかいやつです。ここでちょっとゆっくりします。アイスね、これどうかな、やばいかな。あー完全に無理だ。アイスだけは食っとけ。きなこ餅アイスです。ラーメン。うん、中ドロドロ。でもね、このね中のお餅がアイスだと硬すぎるんですよね。餅感があんまなくて。やめてくださいね、そう、きなこ餅の文句言うの。餅がめっちゃ美味しい。めっちゃ柔らかくなってる。うまいんかい。ごめんなさい、めちゃくちゃ可愛いですね。食べます。アヘラテも、あーうまっ。あ、やばい、満月隠れちゃう。あー暗くならないで。これ、まあ、街灯の下に今いるんで明るいんですけど。満月の明かりちゃうんかそれ。満月お願い。あ、また出てきた。いいっすね、満月見ながら。満月やたら明るいな。カフェラテ。夜中の3時に一人で。田舎なんで人全然いないっすね。田舎じゃなくても夜中の3時ってそんな人おらんがよ。うまい。あ、また満月出てきた。はあ。いや、いい時間だな。あ、朝が来た。嬉しい。やっと明るくなってきた。やっと明るくなってきた。寝てないすごい、これめっちゃ持ってる。明るい時間帯に寝る。全然光も落ちてない。寝る人やんこれ。結局昼夜逆転は直せず、なんだかんだ起きてしまってスマホをいじっちゃってましたね。完全にも、あ、でもなんか良かった、無事に朝が迎えられて。こんなに日の光が降ってくることが嬉しいので、嬉しいので襖を開けよう。襖開けてより光を入れたい。はあ、はあ、まだ薄暗いですね。うわあ寝ちゃった。今2時ですね。だろうよ。寝てしまった。あんなに日の光喜びよったのに。ああなんか起きた瞬間、ああ明るい時間に起きときたかったのに無駄にしたみたいな気持ちが出てますね。やっぱ習慣って怖いっすね。やっぱ簡単には戻らないですね。と
りあえずソーラーパネルのランタンだけは死守しないとと思って光を薄ら集めてるんですけど、今日は微妙に曇ってるんでうまく光を集められるか。うわ今日なんか雨降りそうだな。これ昨晩真っ暗の中で牛乳を温めてたら吹きこぼしちゃってバーってなった後でじゃない、洗わなきゃ。洗い物がね、冷たい水でね、やんなきゃいけないっていうのは、まあ、冷たいものでもいいですし、暗くなるの嫌だ、暗くなるの嫌だって言いながらも暗くなっちゃった。今5時半ぐらいです。もう結局布団の上でずっとダラダラしてスマホいじって何にもしてないっす。あ、明るいうちにね、いろいろしたいんですけどね、なんかね、夜の方が動けちゃうんですよね。何なんでしょうね。外出てきました。とりあえずあと1時間ぐらいで日が暮れちゃうんで、明るいうちに日を浴びるというか明るさを体が感じてないと夜が越えられない、なんか耐えられないような気がするんですよね。なんとなくの感覚なんですけど、なんでとりあえず今雨ですけど外に出て歩いて30分ぐらいのところにスイーツ屋っていうんですかね、そういうお菓子屋さんがあるので、そこで、お菓子だけ買いに行きたいと思います。あ、ロールケーキ買いました。ロールケーキ、あー、結局片道歩くの50分ぐらいかかっちゃいましたね。それで、今からちょっとまだ歩いて帰るのしんどすぎるんでバス乗ります。やった、ロールケーキ食べるの楽しみ。もう疲れたよ。にバス停に着きました。でロールケーキが中に保冷剤が入ってて、あ、冷凍のロールケーキを買ったんですけど、解凍して早く食べたいから、このね、保冷剤を早く解凍しない方がいいんじゃないの、あなた。あったあった。保冷剤を取って解凍したらもっと早く食べないといけないの。1本丸々食べないといけないわよ、あなた。解凍しろ。分かってんの。田舎難しいよ。バス10分ぐらい待ってたんですけど来なくて、バス怒ってます、遅れてるっぽいですね。で電車がちょうど5分後ぐらいに来るんで、こう無人駅の電車の方に歩いてきました。ただいま発見中です、ありがとうございます。お釣りと服を取ってください。もう疲れちゃってスマホの動画ボタン消すの忘れてポケットの中で撮影されちゃってました。いやー、不自由生活今してて、自ら選んで見切り発車でこういう不自由生活してるけど、不自由が過ぎるとね疲れちゃいますね。見切り発車って怖いですね。ほらほら、あー、電車が近づいてくる。眩しい。眩しい。あ、帰ってきました。あ、くたくたに疲れた。今帰ってきて、お湯を温めて。俺も卵焼き器で温めたんでしょうね、このお湯。あ、もう充電が、スマホの充電が 6% ぐらいしかなくて、Amazon で充電器、モバイルバッテリー買いました。で、さっき届いてました。このモバイルバッテリーはスマホがフルで充電して4回分ぐらい、バッテリーがめちゃくちゃあるやつで、すでに持ってたモバイルバッテリーはもう1回も充電できないぐらいもう弱ってるやつなんで、この際停電生活やってみて、停電ってね、ほんといつ来るか分かんないじゃないですか。だからまあ1個ぐらいそういう余裕持って2日ぐらいは過ごせるバッテリーあるといいのかなと思って、これですね。なんて見にくい YouTube 撮影に停電生活なんか全然向いてないのに。すごい、これ見てください。 72% はすでに今あるらしいです。やった、残り 4% のところでスマホを充電できました。危ないな、危なかった。この企画終わると思った。動画撮れん。よし、ロールケーキ食べるぞ。嬉しい。シャリってなってるけどいいでしょう。うん、生クリームうまい。うわ、でもめっちゃ硬いな。これね、もうアイスだね。生クリームアイス。生クリームアイス。夕飯はとにかく消費しなきゃいけないものがあるんで、カレーにご飯を突っ込んで炒めたものと刺身の余り。刺身おったんだよ冷蔵庫に。ネギとか危なすぎだろ。食べます。もう何を食べるかは選べない。早く消費しなきゃいけないものから食べるしかないという生活。ちょっと焼いた方が良かったんちゃうか。今
今朝の5時です。年会とか寝ようと思って目つぶって、でもたまに YouTube 見ちゃったりして、はい、この次のシーン切り替えたらまたどうせ2時ぐらいみたいな繰り返しながらなんとか朝の5時になりました。想像できるで。これソーラーパネルのランタン、曇りだったからやっぱ光めちゃくちゃ弱いですね。であと1時間で朝日が昇る、いやもう日が昇るのが待ち遠しいんですよね。あ、ランタンの光が消えた、完全に真っ暗になってしまった。おしゃべらんで見えなさい。見えないな、何にも。あれですか、暗かったら寝れるんですねって言ったんじゃないでしょうか。ランタンがガンガン起きて、ガンガン起きて新しいランタンつけ始めた。この人だから早く寝るの、早く寝るのよ。5時半じゃなくて刻むな。やったー、軽くなったで、今から寝たらまた昼になっちゃうんだ。やったじゃん、昨日も見たわよ。見た見た、この光景。猫ちゃんがいる。あ、かわいい、あ、かわいい。また見てくれた。かわいい、かわいい、かわいい。いいよ、うちの庭でゆっくりして。あアホすぎる。はい、はい、出ました、はい、出ました。4時でした。あのでしょうね、光を見て安心しちゃって寝て今4時になっちゃいました。光見て寝遅れるタイス。あれ寝ちゃった。日が暮れるまであと2時間。モバイルバッテリーとあのパソコンの充電ももう完全になくなって、スマホの充電もあと 20% しかないんでちょっとどっか夜に使いすぎちゃう。だけ使ったが動画も撮れなくなっちゃうんで、どっか充電できるとこを探しに出かけます。スマホの充電が切れて、やっとカフェに来て充電ができました。お腹空いたのでロースカツサンドっていうのを頼みました。でスマホの充電切れちゃったんで道が分かんなくてどうしようと思って、なんとなくはここら辺のこの道のこのコーヒー屋さんに行くっていうのは決めてたんですけど、途中でなんかあれこれ合ってるかなって不安になっちゃったんですよね。でもスマホの充電切れてるから道調べられなくてどうしようって思った時に、一人あ優しそうなおじいさんがいると思って、そのおじさんに話しかけようって思ったけど、でもなんか勇気出なくて話しかけられなかったんですよね。そしたらなぜかそのおじさんが U ターンして、私がいてこうすれ違った後になんか U ターンしてまた私の方を通り過ぎてた。あ、これはもう絶対話しかけなきゃと思っておじさんに話しかけて、すいませんって、ラインコーヒー店って分かりますかって聞いたら笑顔で丁寧に教えてくれて、あー助かったと思って、やっとコーヒー店に来て充電できてるんです。やばい、目やめや、そのかじりかじめっちゃ歯がたついた。よし、今から一番不安だった冷凍庫の方にエビ、甘エビを買ってて、で人数がいる時に使おうと思ってずっと取ってたんですけど、その甘エビ溶け始めてるんじゃないかなと思って、なんで甘エビを救出して甘エビで寿司を作ろうと思います。で今夜なんですけど、さすがに電気ないとちゃんと料理できないんで、モバイルバッテリーにこの電気つけてやりたいと思います。さあどうなってるか、開けます。冷凍庫、よいしょ、これ冷凍甘エビですね。お、よかった、あ、全然凍ってる。よし、じゃあ停電生活最後の夜は一人でエビの寿司パーティーをします。生き生きしてますね。まずはね、甘エビの頭から落としていきます。これ卵付きのちょっといいやつですね。頭をひたすら取って程よい感じに溶けてますね。頭と胴体に分けれました。この頭もなんか後日料理として使おうと思います。今度は卵があるんで卵を取ってきます。美味しいやつです。次は殻むきます。おー、ちょっと白っぽいかな。でも美味しそう、大きいですね。ちょっと微妙なやついたんで味見で食べます。うん、味濃い、美味しい。でこれをもっと水分抜いて味濃くしたいんで、これに塩と砂糖1対1混ぜて20分ぐらい置いときます。エビどうかな、水分抜けたかな。よいしょ、おー水分落ちてますね。
じゃあこれをささっと洗ってもう握りにしちゃいます。やばいやばい、単純にモバイルバッテリーの充電がなくなる。あと 1% しかない充電が。あと 1% 大きいな。握ります。とりあえず1貫でもいいんで食べます。1貫でもいいんで、いただきます。そう、やばい、めちゃくちゃ美味しい。いや、さっき甘エビ単体で食べたらまあまあまあ美味しいって感じだったんですけど、やっぱね、握りにするとすごいっすよね。何なんでしょうね、この握りの力。うまっ。まだなんとか光持ってくれてる。よし、もうちょっと握ります。できた。じゃあさっきのあの卵ね、これエビの卵をね、これ乗せて、エビの卵を乗せ握りです。きれい。醤油をちょっとかけていただきます。うまい、めっちゃ美味しい。卵も美味しいな。深みが増します。やばい、これ食べたい、もっと食べたい。やばい、ゼロパーになってる、ゼロパーになってる、ゼロパーになってる。あとこれ生姜ね、乗せて、でまた醤油ちょっとかけて、生姜醤油の甘エビいただきます。うん、あ、生姜醤油の方が甘み感じる、おいしい。こんな真夜中に叫んじゃダメですね。え、おいしいな。停電パーティー楽しいですね。これがめちゃくちゃおいしい。甘エビの上に甘エビの卵乗せて、生姜乗せて、でお醤油つけて食べる。うーん、うーん、あー、永遠食べれるな。でもどうしようかな。すごい、もうこのライトも残り 0% の状態でギリギリ頑張ってくれてます。でも多分これもう切れちゃうんで、もうこれで終わりますね。甘エビも美味しかった。これがまあいい締めかなと思うので、これからブレーカー上げに行きます。今夜中の2時半ですね。夜中の2時半にね、もう何してんだっていう感じですけど、いやー3日間良かったな。すごいいろいろ気づきがあって、まあもうそれは動画内で全部いろいろ言ったんで、もう最後はこのブレーカーを上げて終わりたいと思います。あ、3日間長く感じた。ついにブレーカーを、いいよね、もう上げちゃうよ。ブレーカー上げちゃいます。光よ、カムバック、カムバック、上がれ。上がった。あ、ブイーンって言い出した。ちょっと戻りますね。ついてない。よし、電気つけます。電気ついて。やばい、自分の顔がちょっと怖かった今。電気ついた、電気ついた、電気ついた。あー嬉しい。電気ある。あー、夜明るいってありがたい。